兵隊諸君、我々はこの作戦区域で一方的に勝利している。よくやった。奥の観測施設を開放してくれたおかげで、この戦いを終わらせるのに必要な武器が使えるようになった。敵軍はかなり消耗している。あとはあの人民解放軍どもにとどめを刺す最後の一押しを残すのみとなった。今回我々は装甲車両で敵を痛めつける。グドブグラッドの周辺地域では機甲部隊による激しい攻勢が予想される。しかし町に装甲車両で入ることはできない。かなりの数の待ち伏せも予想される。十分に警戒してくれ。町を支配下に置けば、それはすなわち我々が戦況を握ることを意味する。歩兵部隊で町を制圧するんだ。言うまでもないが、市街戦においては建物という建物の安全を確保し、装甲車両の脅威となる対戦車ミサイルや対空ミサイルを排除しなければならない。一旦町を制圧することができれば、人民解放軍に対して空と地上からの連携を図れるようになる上、必要な時に砲撃による支援や近接航空支援も受けられるようになる。今回の任務は単純だ。脅威となるものを見つけて破壊しよう。海兵隊諸君、これが最後の戦いだ。人民解放軍が何人束になってこようと、海兵隊一個大隊の行く手を遮ることはできない。諸君と共に戦えたことを誇りに思うぞ。幸運を祈る。以上だ。武器は確認したか？ええ、二等軍曹。アウトロー2-1、報告だ。これより人民解放軍に総攻撃を仕掛ける。海兵隊遠征隊の全戦力投入？すごいな。君たちの任務は戦場の中央にあるソ連時代の炭鉱都市を制圧することだ。人民解放軍の対戦車部隊、対空部隊がその区域に配備されている。敵を排除しエリアを確保してくれ。分かったな。了解、アウトローワクシャル。現在移動中。この作戦区域への航空支援はどうなってる？街を制圧したら航空支援を要請して、人民解放軍の装甲部隊を対戦車ミサイルで攻撃してくれ。海兵隊諸君、必ず街を制圧してくれ。アウトローアクシアル、更新終了。ひでえ話だ。そこまでだ、マグギ。はい、二等軍曹。建物には敵がうじゃうじゃいる。ではジャック・オニール対レプリケーターの戦いとしゃれ込もうか。任務は破壊だ。敵は装甲部隊を一箇所にまとめているようだが、アイアンフォース3が戦闘に加わって、おまけに俺たちもいるんだから楽勝だろうな。そうだな。ブロックごとに進もう。部隊を分散してそれぞれが街の各エリアを捜索する。だが援護が必要になった時のために味方の目が届く範囲内にいろよ。よくできたマクギー三等軍曹。街への移動には軽装甲車を使えるし、航空支援も呼べるが、敵にも同様の戦力がある。油断するな。これが最後の戦いだ。ノックス先生の教えたルールを全部守れよ。ルール第3条もですかね。よし、降りるんだ。転ばないように気をつけろ。道の両側で防御体勢を取れ。頭を下げろ。絶対に敵に見つかるんじゃないぞ。全員集合。すぐに向かう。全員応列隊形。了解。アイアンホース3、こちらアウトロー2-1、後方からそちらに接近中。繰り返す、後ろから来るのは味方だ。待っていたぞ、アウトロー諸君。パーティーにようこそ。次はお前らがヘリを片付けてくれよ。仲間を針にかかった魚みたいに危険な目に遭わせてるんだぞ。俺たちのせいじゃない。文句ならばスタングアクシャルに言ってください。まあ、あなたが臨機応変に対応できる人でよかった。引き続き攻撃をお願いします。残りはこちらで片付けます。アルファ位置についた。チャーリー、準備完了。アウトローよく聞け。ビジラントによれば、人民解放軍の対戦車部隊が東にある一帯を占拠して要塞化している。我々の目標はその対戦車部隊を始末することだ。チャーリー、
左へ移動して向こうの建物に制圧射撃をしよう。アルファ、右へ行って側面に回り込め、小さい建物を攻撃するんだ。ブラボー、最初の一帯を攻撃するんだ。防御拠点にいる連中を始末できるかどうか見せてみろ。そうすればミスターキャプテンアメリカの軽装甲車が無事に移動できるようになるはずだ。ブラボー、アルファ、右にある拠点を奪わず入り込んで装甲部隊の進路を確保する。よし、行け。よし、アウトロー、やるぞ。行動開始だ。こちらアルファ、敵を攻撃中。全員急いで進め。発砲を許可してくれ。こちらチャーリー、敵だ。人影が見えるぞ。250メートル、東の方角。全員撃っていいぞ。派手に行くぞ。倒したぞ。標的をやったぞ。制圧。こちらチャーリー、制圧射撃を加えている。始末した。対戦車部隊を排除したぞ。攻撃を受けている。対戦車兵だ。200メートル、東の方角。対戦車部隊の連中が新年に帰省することはもうない。制圧。サポート兵だ。250メートル、北東の方角。敵だ。複数の歩兵が接近中。こちらから火力支援を行う。ライフル兵だ。300メートル、北東の方角。こちらアルファ、制圧射撃中。リロード中。リロード中。全員標的を撃ちまくれ。制圧射撃中。ライフル兵だ。250メートル、東の方角。リロード中。ライフル兵だ。250メートル、北東の方角。こちらチャーリー、制圧射撃を加えている。全員ここに並んでくれ。向かっている。ライフル兵だ。100メートル、東の方角。標的を沈黙させた。こちらアルファ、銃撃を受けている。倒したぞ。こちらアルファ、集中砲火を浴びている。ライフル兵だ。105。うら、対戦車部隊はもういないぞ。こちらアルファ、敵の射程に入った。こちらアルファ、制圧射撃中。爆発するぞ。敵と接触、北の方角。全員行け、行け。25メートル、北東の方角。急げ、行くぞ。他们攻过来了。うわ、こちらアルファ、攻撃中。一体は確保した。アイアンホース3、こちらアウトロス1、もう少しだけ近くに撃ってくれればそちらの道案内ができるぞ。対戦車部隊の連中が新年に帰省することはもうない。見事だ2番、これより町に向かう。更新終了。アウトローアクシャル、こちらアウトロー2番。対戦車部隊は全て無力化した。先へ進む。以上。ブラボー、軽装甲車を確実に守りきれ。町に入るための切り札だからな。了解した。アウトロー2番、先へ進め。更新終了。素早く確実に仕留めろ。離れた東側の一帯に集まるんだ。軽装甲車を援護するぞ。基地に戻るまでは持つはずだ。全員見失うな。ライフル兵だ。追跡開始。よく聞け。1900
1968年、ベトナムでのフエ市街戦について知っている者はいるか？まあいい、今から始まる戦闘はあれよりずっと厳しいものになるぞ。この村は敵軍の支配下にあり、さながら地獄のような光景が広がっている。あそこを撃たれなくなかったら警戒を怠らず仲間同士助け。ルール第2条も忘れるな。短く慎重に撃て。市街戦と近接戦の訓練を思い出して敵を一掃しろ。行くぞ。道路や交差点を渡るときは援護射撃をしろ。建物を確保するときには手榴弾を投げ込め。ビジラントによれば人民解放軍の特殊部隊が町にいるそうだ。武器はいつでも撃てるようにしておき、後ろに気をつけろ。アウトロー中央、援護地点まで移動中だ。お前たちの側面をできる限り援護する。向こう側で会おう。ファイアホース3、援護に監視する。良い狩りを。残り時間が少なくなってきた。すぐにあの町を攻撃するぞ。町の西端にある建物群を確保する。見つからないように素早く行動しろ。奴らに見つかったらそれで終わりだ。いいな。アイアンホースが我々の移動を援護してくれるか。航空支援が通に向かっているが、そう長い間は使えないぞ。分かってるぞ。よし行け。全員急ぐんだ。150メートル南東の方角。全員そばに集まれ。サポート兵だ。300メートル東の方角。こちらある。ライフル兵だ。250メートル東の方角。サポート兵だ。200メートル東の方角。全員標的を撃ち破れ。了解。奴らは俺に任せろ。やっつけた。倒したぞ。制圧射撃。リロード中。奴らを我々の味方だ。行くぞ。サポート兵だ。200メートル北東の方角。脅威を排除。撃たれた。制圧する。サポート兵だ。200メートル北。前を通る。撃たない。バイパーが火力支援をしてくれると思った。迫撃砲の準備ができている。砲弾数に限りはあるが利用しない手はない。ブラボー、砲弾の目を要請しろ。こちらブラボー、戦闘支援が必要だ。ブラボー了解した。射撃任務に移れ。ブラボー確認した。ヘリを向かわせる。リロード中。サポート兵だ。200メートル北東の方角。片付けだ。了解。標的まで20秒で到着予定。向かっている。スナイパーだ。150メートル東の方角。サポート兵だ。200メートル北東の方角。こちらアルファ、敵の射程に入った。伊藤軍曹、対空ミサイルで航空支援機が落とされました。アルファ、先へ進め。距離を詰めるんだ。サポート兵だ。150メートル制圧する。こちらチャーリー、襲撃を受けている。制圧。爆発するぞ。標的を沈没させた。リロード中。こちらチャーリー、制圧射撃を加えている。サポ、前を通る。撃たないでくれ。制圧する。サポート兵だ。150メートル北の方角。撃ち方やめ。前を通る。側面を警戒。了解。仕留める。リロード中。こちらアルファ、敵の射程に入った。敵だ。ライフル兵だ。150メートル北の方角。ライフル兵だ。150メートル北東の方角。標的を制圧する。始末した。こちらチャーリー、仲間がやられている。制圧射撃中。
全員そばに集まれ。スナイパーだ。50メートル北東の方角。スナイパーだ。75メートル北東の方角。こちらブラボー、戦闘支援が必要だ。ブラボー了解した。任せる。できるか。榴弾弾幕砲撃だ。75メートル北東の方角。俺の位置からだ。ブラボースナイパーだ。50メートル東の方角。倒したぞ。リロード中。こっちを援護してくれないか。こちらアルファ、銃弾に物を言わせている。サポート兵だ。75メートル北の方角。始末した。こちらアルファ、敵だ。リロード中。強敵と交戦中。特殊部隊だ。50メートル東の方角。こちらチャーリー、敵と接触。脅威を排除。ライフル兵だ。25メートル東の方角。こちらチャーリー、制圧射撃をしている。倒したぞ。爆発するぞ。リロード中。待て、撃つな。こちらチャーリー、敵の射程に入った。リロード。アウトローワクシャル、こちらアウトロー2-1、町に到着した。繰り返す、町の中に入った。了解した。アウトロー2-1、今のところは航空支援は出せない。繰り返す、そのエリアには対空兵器が多数存在するため航空支援は出せない。対空兵器が破壊できれば話は変わってくるだろうがな。更新終了。全員マスタングアクシャルはもう装甲部隊と航空支援を出さないつもりらしい。対空兵器が残っている限り高価なおもちゃを犠牲にしてまで俺たちを助ける気はないということだ。町に入って対空兵器を配置し空の安全を確保しろ。俺たちが支援を受けるにはそれしかない。こちらブラボー、北側へ移動して対空部隊を始末しろ。他にも敵がいたら見つけ次第片付けろ。全ての建物、全ての部屋をくまなく捜索するんだぞ。他の隊員は東に移動してホテルを制圧しろ。可能な限り隠れている人民解放軍をおびき出せ。ブラボーから奴らを遠ざけるんだ。標的を攻撃している。全員こっちだ。すぐそっちに向かう。人影があるぞ。150メートル南東の方角。こちらアルファ、攻撃を受けている。倒したぞ。全員行け行け。移動する。攻撃を受けている。作戦区域に旧認識装甲車が突如出現。そう、しっかりやれよ。頭を下げろ。迫撃砲だ。こちらアルファ、サポート兵だ。50メートル東の方角。標的を沈黙させた。全員急ぐんだ。移動する。撃つのをやめろ。クソ、弾切れだ。こちらアルファ、標的と交戦中。標的を沈黙させた。銃撃を受けている。敵の銃撃がかなり激しい。サポート兵だ。100メートル北東の方角。こちらチャーリー、銃弾に物を言わせている。全員ここに来い。向かっている。こちらアルファ、敵の射程に入った。こちらブラボー、戦闘支援を頼む。ブラボー了解した。射撃任務に移れ。要請する。榴弾弾幕砲撃だ。75メートル東の方角。俺の位置からだ。ブラボー了解した。攻略者を行う。倒すぞ。敵の射程に入った。
ライフル兵だ。50メートル東の方角、標的を沈黙させた。最高だブラボー。現在残りの者もそちらの位置に向かっている。全員が揃うまでそこで待機してくれ。ライフル兵だ。75メートル東の方角、全員何としてもこの建物を守れ。了解。リロード中。アイアンホース3の特攻部隊が来るので、あの工場を守るぞ。人民解放軍はあの工場を取り返すためにゴジラ並みの総攻撃をしてくるぞ。いいことを教えてやろうか。どのくらいの数の敵が向かっているのか見当もつかない。分かっているのは、奴らがいつ来てもおかしくないことと、防御を固める時間はあるってことだ。マスタングアクシャル以外の相手にこの場所を渡すわけにはいかないぞ。共産主義者だ。アメリカ海兵隊は決して降伏しない。そうだな、海兵隊諸君。うら。なら準備しろ、奴らが来るぞ。全員ライフル兵だ。100メートル東の方角、倒したぞ。ひょっ、ライフル兵だ。100メートル東の方角、ライフル兵だ。100メートル東の方角、集中砲火を浴びて。ライフル兵だ。100メートル東の方角、ライフル兵だ。150メートル黒刀の方角、こちらチャーリー、制圧射撃中。ライフル兵だ。150メートル黒刀の方角、こちらある。ライフル兵だ。100メートル北の方角、倒したぞ。リロード中。集中砲火。ライフル兵だ。100メートル黒刀の方角、標的を沈黙させた。サポート兵だ。100メートル北東の方角、倒したぞ。こちらアルファ、制圧射撃を。ライフル兵だ。100メートル北東の方角、こちらブラボー、戦闘支援が必要だ。ブラボー、できるか。榴弾弾幕砲撃だ。100メートル北東の方角、俺の位置からだ。解放軍の航空支援が接近中。くそ、あなたのヘリは気圧か。ブラボー、この口のどこかに対空兵器があるはずだ。見つけ出して、こちらが大きな損害を受ける前に撃墜するんだ。死ぬでした。倒したぞ。脅威を排除。ライフル兵だ。200メートル北の方角、100メートル東の方角、こちらアルファ、制圧射撃中。よし、撃てるようになったぞ。こちらアルファ、銃弾に物を言わせている。燃やしてやれ。ライフル兵だ、行くぞ。ここは敵兵だらけだ。二度軍曹、総攻部隊に敵兵を減らしてもらえませんか。落ち着け、今やってるところだ。アウトローアクシャルだ。アウトロー2案、応答しろ。仕留めたぞ。アウトロー2案、注意しろ。機構化された歩兵小隊がそちらの作戦区域に入っている。防御拠点に移動した方がいい。可能な限り時間を稼ぐんだ。どうぞ。了解した。アウトローアクシャル、警告に開始する。脅威を排除。海兵隊諸君、悪い知らせがある。人民解放軍がそちらに向かっている。装甲部隊の到着が間に合わない。全員退却してホテルで防御態勢を取れ。繰り返す、全員ホテルまで退却しろ。今すぐにだ。ブラボーを持ちこたえろ。できるだけ長く
人民解放軍の連中をホテルから遠ざけろ。アルファとチャーリーが建物の周りの防御を固める時間をくっつくんだ。近接航空支援と火力支援を指揮する権限を与える。いざとなったら使え。全員そうだ。よし行くぞ。こちらソート、すぐに向かう。アルファ、お前が最初だ。退却しろ。了解。またなブラボー。テイラー、 M2 を準備。こちらテイラー、了解。任せろ。人影を発見。100メートル北東の方角。着いたぞ。バレット、おい、 M2 を使うんだ。こっち、サポート兵だ。100メートル北東の方角。お前の番だチャーリー、早くしろ。了解。二等軍曹ブラボー、向こう側で会おう。こちらブラボー、戦闘支援が必要だ。ブラボー、ライフル頼む。大規模な近接航空支援だ。100メートル北東の方角、俺の位置からだ。了解した。近接航空支援を行う。了解。標的まで20秒で到着予定。脅威を排除。こちらアルファ、攻撃してきたぞ。倒したぞ。あと配置について防御を固めている。もう少しの間敵を遠ざけてくれ。ブラボー、もう少しだ。敵装甲部隊東から接近中。強敵を沈黙させた。ライフル兵だ。100メートル東の方角と。中国人が大勢いるのは知っていたが、まさか全国民が集結したのか。特殊部隊だ。100メートル東の方角。装甲車だ。こちらブラボー、戦闘支援が必要だ。要請する。近接航空支援だ。100メートル北東の方角、俺の位置からだ。ブラボー、了解した。航空支援機が向かう。了解。標的まで20秒で到着予定。くそ、俺を狙っている。装甲車だ。100メートル東の方角、脅威は。サポート兵だ。200メートル北東の方角。銃撃されている。倒したぞ。特殊部隊だ。100メートル東の方角。標的を沈黙させた。標的をやったぞ。こちらブラボー、戦闘支援を頼む。頼む。大規模な近接航空支援だ。100メートル東の方角、俺の位置からだ。ブラボー、了解した。航空支援機が向かう。了解。標的まで20秒で到着予定。あと10秒。サポート兵だ。100メートル北東の方角。ライフル兵だ。100メートル北東の方角。標的を沈黙させた。こちらブラボー、戦闘支援が必要だ。ブラボー、何が必要だ。要請する。近接航空支援だ。150メートル北東の方角、俺の位置からだ。了解した。ライフル兵だ。100メートル北東の方角。標的をやったぞ。無理だブラボー、現在のところ支援を送ることはできない。あと10秒。ウーラー、よくやったブラボー。拠点を確保した。集合地点まで退却だ。リロード中。襲撃を受けている。全員ここに並んでくれ。そっちに移動する。サポート兵だ。150メートル北東の方角。装甲車だ。こちらブラボー、戦闘支援を要請する。ブラボー、了解した。頼む。煙幕弾、弾幕砲撃だ。南の方角、俺の位置から。もう大丈夫だ。ブラボー退却しろ。援護する。ソートが倒れた。全員ここに来い。すぐに行く。ソートが倒れた。敵の近接航空支援が接近。隠れろ。アウトロー、万里の長城となって敵を食い止めるんだ。連中を4分間だけ抑え込め。装甲車部隊の援軍がこっちに向かってる。全員防御態勢に入れ。分かった。全員急いで進め。トカゲを発見。200メートル北の方角。こちらアルファ、敵だ。何か見えたぞ。100メートル北の方角。倒したぞ。サポート兵だ。100メートル北東の方角。こちら
ちらチャーリー。ライフルエイダー50メートル北の方角。ライフルエイダー50メートル北の方角リロード中。ライフルヘーダー50メートル北の方角。ちくしょう、装甲部隊は一体どこだ。こちらチャーリー、激しい襲撃を受けている。始末した。サポートヘーダー150メートル前を通る。撃たないでくれ。始末した。標的を沈黙させた。クソ、弾切れだ。始末した。ライフルヘーダー150メートル北の方角。銃声だ。こちらチャーリー、銃撃を受けている。前を通る。撃たないでくれ。ライフルヘーダー50メートル北の方角。倒したぞ。ライフルヘーダー75メートル北の方角。軽装甲車の運転手たちは運転続行を中国人に襲わせるのか。どこにいるんだよ。航空部隊が到着するまであと10分だ。要請する。近接航空支援だ。50メートル北の方角。俺の位置からだ。了解した。近接航空支援を行う。了解。前を通る。撃たないでくれ。始末した。こちらチャーリー、銃撃を受けている。敵の銃撃がかなり激しい。リロード中。標的を沈黙させた。銃撃を受けて。何人やった。さあな、さっき会った戦闘から数えてない。した。ああ、俺もだ。真面目な質問していいか。ああ。カンフーとマーシャルアーツってどっちが強い。こちら。それが真面目な質問か。大勢の人民解放軍に包囲されて死ぬ寸前だってのに、そんなことが気になるのか。ああ、長年の疑問だったのさ。もし捕虜にされたらカンフー教えてもらえるかもな。まったくお前は気楽なやつだな。もうすぐだ。頑張れ。装甲部隊はすぐに来る。ライフルヘーダー100メートル前を通る。撃たないでくれ。ライフルヘーダー100メートル北の方角。こちらチャーリー、敵の射程に入った。サポートヘーダー。ちくしょう、装甲部隊は一体どこだ。リロード中。銃撃を受け。始末した。前を通る。撃たないでくれ。ライフルヘーダー150メートル北東の方角。こちらチャアウトロー2、こちらアイアンホース3。西側からそちらに接近中。何か手伝えることはあるか。タイミングだ。ホテルの近くにいる前からずれ客を排除してくれ。奴らは満室のサインが見えないらしい。了解。アウトロー2、現在交戦中。ライフルヘーダー100メートル北東の方角。倒したぞ。リロード中。ライフルヘーダー100メートル北の方角。標的を沈黙させた。ライフルヘーダー100メートル北の方角。こちらブラボー、戦闘支援が必要だ。ブラボー、了解した。頼む。榴弾、弾幕砲撃だ。100メートル北の方角。俺の位置からだ。ブラボー、了解した。支援部隊が攻略者を行う。始末した。ライフルヘーダー200メートル北東の方角。こちらチャーリー、敵が撃って。ライフルヘーダー200メートル北東の方角。銃撃されている。制圧射撃をしている。ライフルヘーダー200メートル北東の方角。リロード中。こちらアルファ。ライフルヘーダー75メートル北の方角。標的を沈黙させた。こちライフルヘーダー150メートル北の方角。攻撃を受けている。ライフルヘーダー50メートル北の前を通る。撃たないでくれ。リロード中。サポートヘーダー100。こちらブラボー、戦闘支援を要請する。ブラボー、了解。さ、頼む。近接航空支援だ。100メートル北の方角。俺の位置からだ。了解した。近接航空支援を行う。
脅威を排除。伊藤軍曹、人民解放軍が退却していきます。追いますか。アルファ必要ない。必ず次の機会がある。アウトローワークシャルへ。こちらアウトロー2-1。アイアンフォース3が作戦区域へ到着。人民解放軍を抑えている。応戦の許可をもらってもいいが。許可する。アウトロー2-1、班を分散させてどんな手を使ってでも町をもう一度制圧してくれ。君たちの能力がどんなものかはよく分かっている。アウトローの魔法をもっと見せてくれ。どうぞ。了解した。アクシャル、俺たちの全力を見せつけてやる。よし、ブラボー、チャーリー、アイアンフォース3の大半を連れて工場を越えて北へ向かうんだ。その後東へ曲がって鉱石精製所に入れ。アルファ、軽装甲車の一部と一緒に東へ向かえ。精製所の南にある建物を攻撃するんだ。ブラボーとチャーリーが攻撃されないよう人民解放軍の注意を引きつけろ。ブラボーとチャーリーが位置についたら全員鉱石精製所に集合するんだ。そのエリアにいる人民解放軍を追い出す。その後は催涙弾で仕上げをしてから精製所を制圧するぞ。全員そばに集まれ。向かっている。全員側面を警戒。すぐにかかる。全員全員見失うな。装甲車だ。追跡開始。こちらアルファ、攻撃を受けている。こちらアルファ、集中砲火を浴びている。こちらバレット、鎮痛剤をくれ。こちらバレット、鎮痛剤をくれ。こちら止血できたぞ。全員こっちだ。すぐに向かう。ライフル兵だ。100メートル北の方角。こちらチャーリー、敵の射程に入った。ライフル兵だ。75メートル北の方角。銃撃を受けている。激しい。サポート兵だ。75メートル工場から激しい攻撃を受けている。あのエリアを制圧するぞ。始末した。了解。こちらアルファ、銃撃を受けている。こんなのちょっと。サポート兵だ。50メートル北の方角。こちらブラボー、戦闘支援を頼む。ブラボー、できるか。榴弾弾幕砲撃だ。75メートル北の方角。俺の位置からだ。ブラボー、了解した。ライフル兵だ。100メートル北の方角。倒したぞ。こっちで銃撃を。大丈夫だ、シワ止まった。銃撃を受けて前を通る。撃たないでくれ。敵が撃ってきたぞ。制圧する。衛星兵出血してるんだ。制圧射撃中。衛星兵、処置を頼む。倒したぞ。前を通る。撃たないでくれ。敵の射程に入った。奴らは俺に任せろ。全員強敵を撃ち送れ。了解、仕留める。見ろ、こちらチャーリー、銃撃を受けている。アウトロー2-1、こちらアイアンウォーク3、工場は制圧した、中に入るぞ。もう大丈夫だ。全員ここに並んでくれ。そっちに行く。こちらアルファ、制圧射撃中。ライフル兵だ。100メートル。あの建物から攻撃を受けている。制圧しろ。全員こちらチャーリー。ライフル兵だ。75メートル西の方角。全員強敵を撃ちまくれ。倒す。ライフル兵だ。75メートル西の方角。こちらアルファ、制圧。サポート兵だ。75メートル西の方角。こちらブラボー、戦闘支援を頼む。ブラボー、ライフル兵頼む。榴弾弾幕砲撃だ。75メートル西の方角。俺の位置からだ。ブラボー、了解した。支援部隊に攻略者を行わせよう。こちらアルファ、攻撃を受けている。こっちで銃撃を受けている。倒したぞ。リロード中。倒したぞ。リロード中。全員行くぞ。グズグズするな。すぐに向かう。
射撃をしている。激しい銃撃を受けている。全員行くぞ。グズグズするな。25メートル西の方角。よし、ここを離れるぞ。こちらチャーリー、奴らが撤退していく。リロード中。建物は制圧した。先へ進む。こちらアルファ、諦めたぜ。全員集合。向かってる。人影を発見。150メートル北東の方角。あの一帯から攻撃だ。奴らを火星に送り返せ。こちらブラボー、戦闘支援を要請する。ブラボー頼む。榴弾弾幕砲撃だ。75メートル北東の方角。俺の位置からだ。特殊部隊だ。75メートル北の方角。銃撃を受けている。始末した。サポート兵だ。100メートル北の方角。特殊部隊だ。75メートル北の方角。リロード中。一帯は制圧した。生成所へ向かう。チャーリー、ブラボーと別行動だ。南の生成所に向かって援護しろ。ブラボー、軽装甲車と一緒に生成所に移動して人民解放軍を始末しろ。こちらアルファ、敵だ。全員ここに来い。よし。こちらアルファ、制圧射撃をしている。銃撃を受けている。味方だ。敵に攻撃されている。激しい銃撃を受けている。敵だ。サポート兵だ。150メートル北東の方角。こちらアルファ、制圧射撃をしている。サポート兵だ。100メートル東、前を通る。撃たないでくれ。激しいスナイパーだ。75メートル東の方角。制圧射撃をしている。こちらブラボー、戦闘支援が必要だ。ブラボー、了解した。要請する。榴弾弾幕砲撃だ。150メートル東の方角。俺の位置からだ。ブラボー、了解した。支援部隊が攻略者を行う。攻撃を受けている。標的を沈黙させた。サポート兵だ。100メートルカービン撃たれたぞ。こちらアルファ、制圧射撃を加えている。戦況が悪化している。こちらチャーリー、攻撃を受けている。対戦車兵だ。100メートル北東の方角。大丈夫だ、血は止まった。銃撃を。サポート兵だ。100メートル南東の方角。ブラボー、軽装甲車を生成所に回してくれ。奴らを徹底的に叩きのめすんだ。こちらアルファ、攻撃を受けている。サポート兵だ。75メートルライフル兵だ。75メートル。待て、撃つな。標的を沈黙させた。全員そばに集まれ。すぐに行く。やっつけた。始末した。撃ち方やめ。前に移動する。始末した。こちらアルファ、銃撃を受けている。全員標的を撃ちまくれ。制圧者。大丈夫だ、血は止まった。仕留めたぞ。リロード中。全員ここに来い。向かっている。
敵だ。ライフル兵だ。75メートル北の方角。こちらアルファ、敵だ。先制所は確保した。二等軍曹アウトロー2、本当に最高だ。さあ勝利に酔うのはここまでにしておこう。軽装甲車から大切な荷物を下ろせ。それが終わったら建物の守りをもっと固めておくんだ。あの狂犬病のパンダどもを決して甘く見てはいけない。街を取り返そうとして噛みついてくるぞ。アウトローアクシュアルへ。こちらアウトロー21、町の東にある生成所に配置についた。了解した。アウトロー21、見事だ。その地点から監視を頼む。待て、人民解放軍が町を奪回しようと総攻撃を仕掛けてくるぞ。近接航空支援と迫撃砲の使用を許可する。攻撃して肩をつけろ。以上だ。アウトローアクシュアルへ。了解した。支援を使わせてもらう。全員建物に誰も近づけるな。よく聞け。プレデターが撮った映像によれば、人民解放軍が多数こちらに向かっている。重装甲車と航空支援の援護を受けた歩兵部隊だ。ブラボー、近接航空支援と砲撃の要請をお前に任せる。うまく使えよ。ノックスの特別ルール第11条だ。フェアな戦いになって存在しない。どんな手を使っても全滅させろ。いいな。行くぞ。引き金を引く指が釣りそうだ。ソート、行くぞ。急げ。こちらソート、移動を開始。位置に着いたぞ。おいおい頼むよ。急げとか待てとかどっちかはっきりしてくれよ。俺たちが奴らを北京まで蹴り飛ばすつもりと分かって怖がってるんだ。あいつら俺たち海兵隊にビビってるんだろうぜ。敵らしき人影だ。350メートル北東の方角。排除した。ライフル兵だ。250メートル北の方角。こちらブラボー、戦闘支援を要請する。装甲車だ。できるか。榴弾拡散砲撃だ。250メートル北の方角。俺の位置からだ。ブラボー了解。ライフル兵だ。300メートル北東の方角。こちらチャーリー、敵と接触。スナイパーだ。300メートル北東の方角。敵の射程に入った。こちらアルファ、敵だ。倒したぞ。止血だけして俺を戦闘に戻してくれ。こちらチャーリー、攻撃を受けている。ライフル兵だ。300メートル北東の方角。北の方ライフル兵だ。300メートル北東の方角。こちらブラボー、戦闘支援を頼む。ブラボー、ライフル頼む。榴弾かく乱砲撃だ。200メートル北東の方角。俺の位置からだ。ブラボー了解した。支援部隊に攻略者を行わせ。ライフル兵だ。250メートル北の方角。こちらチャーリー、襲撃を受けている。サポート兵だ。北東の方角。畜生、なんてこった。軽装甲車が一台やられた。このひどい街がもっとひどいことになるぞ。ライフル兵だ。300メートル北東の方角。こちらチャーリー、制圧射撃中。畜生、なんてこった。お前ら地獄に送ってやる。サポート兵だ。200メートル北の方角。軽装甲車がやられた。繰り返す。軽装甲車がやられたぞ。敵の銃撃がかなり激しい。ライフル兵だ。こちらブラボー、戦闘支援を要請する。要請する。榴弾拡散砲撃だ。200メートル北の方角。俺の位置からだ。できるか。榴弾拡散砲撃だ。200メートル北の方角。俺の位置からだ。ブラボー了解した。支援部隊に攻略者を行わせよう。脅威を排除。こちらチャーリー、敵の射程に入った。始末した。
こちらブラボー、戦闘支援が必要だ。無理だブラボー、現在のところ支援を送ることはできない。強敵を沈黙、バレット、強敵を打ち送れ。制圧する。ライフル兵だ、300名倒したぞ。こちらブラボー、戦闘支援を要請する。できるか。大規模な近接航空支援だ。350メートル北の方角、俺の位置からだ。了解した。ライフル兵だ、250メートル北の方角。了解、標的ま…くそ、何やってんだ。何億人もいるぞ。こちらチャーリー、敵の射程に入った。スナイパーだ、300メートル北東の方角、始末した。リロード中。ライフル兵だ、200メートル北の方角、こっちを援護してくれないか。こちらブラボー、戦闘支援を要請する。ブラボー、何が必要だ。要請する。榴弾、核乱砲撃だ。200メートル北の方角、俺の位置からだ。ブラボー、了解した。ソード、急ぐんだ。こちらソード、移動する。ライフル兵だ、250メートル北の方角、こっちを援護してくれないか。倒したぞ。リロード中。こちらブラボー、戦闘支援が必要だ。無理、装甲車だ、350メートル北の方角、銃撃。装甲車だ、350メートル北東の方角。こちらアルファ、敵だ。くそ、一体どうやってこの状況を切り抜けろってんだ。ライフル兵だ、250メートル次から次へと現れるな。軍事物のフィギュアは台湾製かと思ってたんだがな。こちらブラボー、戦闘支援を頼む。ブラボー、了解した。要請する。近接航空支援だ。300メートル北東の方角、俺の位置からだ。ブラボー、確認した。ヘリを向かわせる。撃たれた。敵の射程に入った。こちらチャーリー、敵と接触。あと10秒。ライフル兵だ、200メートル北東の方角、始末した。装甲車だ、250メートル北東の方角。装甲車だ、350メートル北の方角。リロード中。こちらブラボー、戦闘支援を要請する。ブラボー、ライフ、できるか。榴弾、核乱砲撃だ。200メートル北の方角、俺の位置からだ。ブラボー、了解した。支援部隊が攻略者を行う。片付けだ。倒したぞ。装甲車だ、300メートル北東の方角。こちらちゃ、撃ち方やめ。前通る。用意は以上。装甲車だ、350メートル北東の方角。こちらアルファ、敵だ。スナイパーだ、350メートル東の方角。こちらブラボー、戦闘支援を頼む。ライフル、で、伊藤軍曹、敵が退却していきます。どうやら総崩れのようです。光線規定はどうなっていますか。了解したアルファ。光線規定はここではあまり意味がなさそうだが、確認してみよう。少しだけ待ってくれ。二等軍曹、間違いありません。奴らは総崩れで退却しているようです。追いかけますか、それとも待機しますか。光線規定はどうなっていますか。少し待ってくれチャーリー。バスタンクに確認してみる。アウトローアクシャルへ。こちらアウトロー2-1、人民解放軍が全力で撤退している。追った方がいいのか教えてくれ。アウトロー2-1へ。了解した。少しだけ待ってくれ。バスタンクに確認する。ライフル兵だ、250メートル北の方角。サポート兵だ。こちらブラボー、戦闘支援を頼む。ブラボー、何が必要だ。要請する。大規模な近接航空支援だ。250メートル北の方角、俺の位置からだ。了解した。近接航空支援を行う。了解、標的まで20秒。よし、アウトロー、
新しい情報が入ってくる。攻撃の手を休めろ。アウトロー2-1へ。こちらアウトローアクシアル、マスダンガアクシアルからの直々の指示だ。人民解放軍は戦線から撤退している。すぐ攻撃をやめて待機しろ。繰り返す、待機しろ2-1。君たちの任務は完了した。海兵大将君、よくぞやってくれた。基地で会おう。盛大なパーティーが諸君を待っているぞ。現在救出用のヘリがそちらに向かっているところだ。以上。よし、お前たち上に集合しろ。救出用ヘリを待つ。基地に戻るまでは持つはずだ。全員こっちだ。来たぞ。全員敵を一掃しろ。攻撃中。全員急いで進め。移動する。こりゃひどいな。これから何が起きると思います？俺はノストラダムスじゃないぞ。そもそもの敵は人民解放軍じゃなかった。なんでこんなことに。本当にな。ここは中国の裏庭だ。奴らはメンツを大事にするから逃げないぜ。あるいはバカなんだ。俺たちがやったことは善なのか悪なのか。どっちにしてもこの戦争は最悪だ。戦争とは最悪なものだ。それが現実だ。アメリカ国民は俺たちの仕事を分かってない。核を落として石器時代に戻し、この国を大きなガラス板にしてやればいいだけだと思ってる。広島に原爆を落としたパイロットは街が丸ごと消えるのを見下ろしていたんだ。マジかよ。そのことに彼は誇りを感じたか。いや、彼は言った。なんてことをしちまったんだってな。俺たちもここで同じことを言う。俺たちはここで何をしたか。確かにテレビで見たらただの虐殺に見えるかもしれない。だが俺たちはこの国からがん細胞を取り除いたんだ。ここに暮らす国民が生き延びているのは俺たちのおかげだ。無実の人々を何百万人も犠牲にしたわけでもない。これは我々海兵隊だからこそできたことなんだ。それが第三条ですか。二等軍曹、どうやらついに分かったようだな。ルール第三条、海兵隊員であることを誇りで覚え、その誇りを胸に生きていけ。お前らはアメリカが求めることすべて、いやそれ以上のことを成し遂げた。死神に対面しながら平手打ちをくらまして、おととい来やがれと言っただろう。なぜならそれこそが海兵隊員の生き方だからだ。きっと隊の全員が勲章をもらうことになるだろう。だが俺たちはメダルだのリボンだののために戦ったわけじゃない。仲間たちのために戦ったんだ。仲間は兄弟であり、命を懸けて守るべき存在だ。お前らはやるべきことを成し遂げたんだ。